はい、こんにちは、ミスです。今回はですね、顔のリンパマッサージを一緒にやっていきたいと思います。やっぱり顔周りが硬くなってくるとね、リンパの流れが悪くなって、それだけこうむくみやすくなったりとか、首肩周りの凝りもね、強くなってしまうっていうのがあるので、リンパをしっかりと流してあげて、この辺ね、顔周りね、スッキリさせていきたいと思います。よろしくお願いします。今日は合計7つのポイントをほぐしていきます。1つのポイントにつき30秒ぐらいなんで、そんなに時間がかかりませんので、ぜひ一緒にやっていきましょう。まずはですね、耳の下のあたり、耳の下にあるリンパ節というのがありまして、ここがね、リンパ溜まりやすい場所になってます。この筋肉自体も凝り固まっていることが多いので、ここをやっていきます。手をグーってここに当てていただいて、優しくね、グリグリグリっとこうやってほぐしていきます。これ30秒ですね。行きましょう。両手をさっきのポイントですね。ここに当てていただいて、グリグリグリっと優しくほぐしていきます。この耳の下からこう鎖骨にかけて、優しくこうやってね、ほぐしていってください。リンパを流す場合は、そんなにね、強さは必要ないんで、優しくこうやって撫でる感じでね、ほぐしていってくださいね。こんな感じです。耳の下の付け根から首の方に、徐々にこうやって流していくイメージで。OK。はい。これで30秒ぐらいです。OK ですね。次は顔の筋肉になります。これが耳の前にあります。ここにね、顎の筋肉、噛む筋肉があります。こうやって触って、口を開けてみてください。ボコって盛り上がってくるところがあると思うんですけど、それがね、噛む筋肉です。指先これで当てていただいて、これでね、ほぐしていきます。こんな感じで。これを30秒ね、いきましょう。優しくね、こうやってほぐしていってください。この辺はね、結構自律神経も乱れていて、噛み締めが強くなっている人とかね、あとはストレスとか緊張しやすい場面が多いとかね、そういう場面が続いたりするとね、この噛む筋肉がね、ぐーって噛み締めるので固まってしまうんですよね。そうすると、この辺のね、リンパの流れも悪くなってしまうので、噛む筋肉もですね、しっかりとこうほぐしてあげるといいと思います。これ本当に優しくでいいので、ね、こんな感じで優しく撫でてあげてください。よし、OK、30秒、OK ですね。そうしましたら次はね、後傾筋という顎からね、これ鎖骨につながっている筋肉、ここね、ほぐしていきます。後傾筋と筋肉がね、この顎のところにこれついてるんですね。このフェイスラインのところについてるので、ここをね、ほぐしていきます。猫の手みたいな感じで、こうやって握っていただいて、顎の際のところ、ここに当てます。優しく、こうやってグリグリグリっとやってみてください。この後傾筋という筋肉が凝り固まってるとね、これゴリゴリした時にこの辺で、あ、痛いなっていう感じがあると思うんですけど、ここはリンパがね、すごい溜まりやすい場所なんですよね。ここ痛いなって感じる場合はね、しっかりとここもほぐしてあげると、リンパの流れがね、良くなってね、顔周りがね、シュッとね、スッキリするんですよ。はい。なんで、ここしっかりやってあげてください。これもね、30秒ね、しっかりやっていきましょう。僕もね、結構この辺ね、ちょっと凝ってる感じがあるんで、あ、効くなっていう感じがあるんですけど、痛すぎない範囲でね、やってあげてくださいね。これ優しくて大丈夫です。よーし、OK かな。はい、30秒 OK ですかね。そしたらですね、目の周りの筋肉、特にまあ眼輪筋という筋肉がね、この目の周りにこうついてるんですけど、この上のところ、この眉毛の辺ですね、この辺がね、結構凝り固まっている方多くて、目の疲れとかね、頭の疲れとか、そのあたりにも関連するところなので、ここもね、しっかりほぐして目の周りもスッキリしていきたいんですけど、眉毛をね、直接こうやって握っていただいてこれで30秒軽く揺すってあげてください。ちょっとつまむだけでもね、あ、効くなとか痛いなっていう感じがある方いらっしゃると思いますけど、その場合はね、やっぱこの辺凝り固まっててね、液の流れも悪くなってるし、やっぱりリンパの流れとかね、その老廃物も流れにくくなってるんで、握ってね、揺すっていきます。これも30秒ぐらいですね。優しくつまんであげるだけで十分なんで、そんなに強くこう引っ張りすぎないでね、優しくやってあげてください。これもまあ場所ちょっとずつこう変えながらね、握って揺する、握って揺する、よーし、 OK です。そうするとね、この辺がね、じわーっとこう なんとなく流れてる感じがあると思うんですけどね、それぐらいで OK です。頬周りですね、次ね、この辺の筋肉をほぐしていきます。この辺はね、あんまりこうやってこう下に下げちゃうとね、こう顔が垂れ下がるというかね、上がるようにしていきたいので、ここはね、ちょっとこう下げるようにしないで、こう上げるようにね、軽く触ってあげて、優しく押し上げるぐらいのイメージで、こんな感じでほぐしていきます。上げる方を意識して30秒、グリグリグリっとほぐしていきます。この辺の筋肉もね、凝り固まってしまっていると、やっぱ筋肉ってうまく働かなくなってくるんで、こう顔をね、引き上げるような力がね、なかなか発揮できなくなって、顔もこう垂れ下がりやすくなってくるっていうのもあるので、優しくでこの辺はいいんですけど、上に上げるようにこう優しくほぐしてあげると、だんだんこの辺の筋肉もうまくね、こう、顔の筋肉が働きやすくなってきて、こう、顔も引き上がりやすくなってくると思うので、押すとこう硬い感じがするなーっていうところはあると思うんですけどね、その辺も優しくね、こうやってほぐしてあげてください。はい、OK。はい。じゃあ、これ最後です。鎖骨の下のところをチェックしていただいて、
この胸の方から肩の方にかけてグリグリグリっとほぐしていきます。この辺もね、結構押すと痛いなって感じがある方いらっしゃると思いますけど、この辺もね、やっぱり結構凝り固まりやすくて、リンパが、ね、溜まりやすい場所であるので、ここもね、しっかりほぐしていきます。はい、ここも同じようにね、少し効くなって感じるぐらいの強さで胸から肩にかけて少しずつね、グリグリグリとほぐしていってください。鎖骨の下の際の部分から肩の方に徐々に流していくような形でね、意識して行ってみてください。そしたらこれ片側終わったら、今度反対側ですね、このこっち側、この付け根のところから徐々に徐々にこの鎖骨の一番下のところですね、鎖骨の一番下の際の部分に沿ってこうやってほぐしててください。真ん中から片側に向けてほぐしていくと、よりこうリンパがね、流れやすいので、真ん中から外側にかけてちょっとずつこうやってやってあげてください。よーし、 OK かな。はい、 OK ですかね。30秒。はい、お疲れ様でした。今回はですね、顔周り、まあ、首周りも含めてですね、リンパのマッサージですね、やってみました。いかがだったでしょうか。簡単にできますので、これも継続してね、やっていただけるとね、顔周りの筋肉がほぐれてきてね、シュッとこうしてきます。顔周り、首周り、リンパの流れ良くしていくと、血液の循環もね、良くなってきますので、首肩こりもね、しにくい体を作っていくことができますので、まあ、継続してね、やっていただけるといいと思います。はい、こんな形でこのチャンネルでは、いろいろね、こういうセルフケアの方法ですね、どんどんね、配信していきますので、一回作った動画をね、繰り返しやっていただいてもいいですし、新しく作っていく動画も楽しみにしていただいて、僕と一緒にね、セルフケアを習慣化していただけると、美容面もそうですし、健康の方もね、充実させていくことができると思いますので、ぜひね、一緒にやっていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。はい、最後にね、お知らせがございます。僕はですね、神奈川県の藤沢市ですね、JR 藤沢駅の駅前で整体サロンを行っております。主に首肩こり、頭痛とか座骨神経痛とか腰痛とかね、そういった慢性的な症状でお悩みの方に向けて施術を行っていたりとか、あとは姿勢を改善するピラティスのレッスンとかも行っていたりとか、あとはまあこういうリンパマッサージとかもね、合わせて施術させていただいておりますので、もしそういったことでね、お悩みの場合はぜひ相談していただければと思います。概要欄にホームページのリンク貼っておりますので、そちらの方からご予約いただけると嬉しいです。よろしくお願いします。それではまたお越しします。最後までご視聴ありがとうございます。